田市鶴崎の法神寺では毎年1月11日に水行会を行って1年間の無病息災や交通安全を祈念しています。水行会には荒行と呼ばれる100日間の修行を積んだ県内の僧侶7人が参加しました。大勢の参拝者の前で7人は能登半島地震の早期復興への願いも込め、締め込み姿でお経を唱えながら頭から何度も霊水を浴びていきました。修行されたお坊さんすごいなと思いました。もうこの1年をね、みんなこの世界を守ってほしい。元気に1年過ごせれるようにお祈りしながら見ました。元気ももらえたし、力もいただいたと思います。参拝者は霊水を浴びる僧侶の姿をカメラに収めながら、この1年が平穏に過ごせるよう願っていました。